やすあじ TV ゲイゲイ。はいどうもー。はいどうもお疲れ様です。お疲れ様です。まあ、今回ですけどね、うん、あの宮杯、宮杯来ましたね。高松の宮記念。はい。G1。G1 ですね。今年初の。はい。20日？今回まあちょっと土曜日のね、浦安たちのライブがちょっとできないということでね。うん。ということで、まあ、今回特別に。特別にやりましょうか。全力予想ということでいいですか？行ってみましょうか、ヤス君。行ってみましょう。さっき、僕、3分の2、馬ターンだと思う。あ、当たってますね、ヤス君ね。そんなヤスの。はい、宮杯予想お願いします。みんな予想してくれ。誰だと思う？それはだって、まあ、川田とルメールがいますからね。まあ、いますよ。 G1 ですよ。そうですよ。11の川田さん、11のルメールさん、無双って言いましたね。そうですよ。いきましょう。はい。そんな中、僕の本命はドン名村クレア。浜中さん、もうここは信じて。いやー、僕もう2歳のね、小倉の2歳セックスから、まあ、この子は G1 倍になるっつってずっと本当に女さんで追いかけてということで、今回ね、川田さん、ルメさんはね、まあ、ここに星印書いたんですけど、ちっちゃくな、ちっちゃくなありますね。これはもうちっちゃいんでね、もう今回もう、もう男なんでね、僕も、そうだよ、もうクレアしか買いません。あ、そう、うん、一択。いや、一択です。もうこれでいきます、俺は。なるほどね。うん、もう外れたら笑ってください、本当に。今2着中すごいですけど、すっごいよね。僕の本命はこんな感じで。はい、わかりました、はい、ます。ありがとうございます、ヤス君。はい。アジ。アジですね。高知ファイナル、しんがり人気を軸にできる男の。そうです、そうです。本命発表いきましょう。いきましょう。やっぱね、うん、先にちょっと言わせてもらいますけど、いいよ。あの、前回の動画でも言ったけどね、うん、あの、G1 予想になると、うん、そのアジの予想、マジクソっていうね。そうだね。っていうのはデータ的には出てるんですけど。出てます。ただ、はい、違うじゃん。違うじゃん。あの、高知ファイナル、しんがり人気で俺は震えたぞ。そうだろう。うん。ビビったら誰がこんなとこから行くねんって言っとったろ。そう。どうやって撮んのこれって撮っとるからね。そうですよ。そっから入るから。はい、でも今回高松の宮記念ということで、うん、これやっぱね、池添さんの名ケール。うん。はい。これはね、僕の替え歌を作らせていただきました。そうなんです。いい歌です。ね。あの、ヤマンさんが作詞してくれて。そうです。いい歌です。ね。うん、で、僕も何回もメンションしたんだけど、池添さん。うん。うん、ずっとスルーだったのよ。そりゃそうですよ。で、ヤマンさんが、とどめのメンションしたらね、池添さんが反応してくれた。そう、山根さん頼めよ。そうだよ。で、池添さんから公認印いただきました。まあ、そういうこと。あと、細江純子さん。そう、純子さんね。はい、細江さんありがとうございます。ありがとうございます、本当にね。本当にもう、あの、踊っていただくしかないと。そうです。いうことですよね。ちょっとエロいダンスをね。まあまあまあ、そうですね。踊っていただいて。はい、っていうサインはいろいろ出てます。出てます。はい、なのでね、その中で、はい、今回のミーハイは、簡単でした。簡単だった。すぐ決まった。そう。うん。うん。いとこ。はい。本命出します。行こう。こちらでございます。本命。宮杯本命。はい、行きましょう。岩田康です。うん、出てね。サインは全く出てない。まあ、ね、いいんだったらな。これ岩田康です。岩田さんから。はい。僕はここから行こうと思います。なるほどね。はい。だからね、うん、まあ、池添さん、メケル。これも、やっぱ応援しなきゃいけないんですよ。いけないいけない。うん。だけど、うん、まあ、本気のね、うん、本命予想出してくださいって言うのであれば、うん、僕はやっぱ岩田康一択になっちゃうから。そういう、いや、ごめんなさい。1択とかちょっとあの、俺は入れんかったな、いろんな方向からでも。まあだから3択の中から、はい、僕はまあこのクリアの方をね、うん、クリア僕はまあ出しましたけど、はいはいはい、特に宮杯っていうのはね、うんうん、あの千人っていうのは結構荒れやすいじゃないですか。あ、そうそうそう。まあ、そういうの含めてっていうのもありますよね。うん、そう、だからね、うん、宮杯だけは前もあの、ファストフォースがね、うん、あの1着取った一緒だな、うん。その時の2着がまあこの名村クレアなんですけど。そうなんですよ。だから、うん、宮杯に関しては G1 だけど、うん、これ高知ファイナルくらいの、まあ、配当つきますんで。確かにね。はい。ってなった時に僕は岩田康に一択と、うん、一択でね、アジと勝負したいということでね、はい、まあ、今回ねちょっと短い動画になっちゃうんですけど、あ、そうですね、まあ、こっから僕はまあ多分、うん、僕淡泊だね。なんか最近ずっと違う違うブルっちゃってブルっちゃってるから今食べてるんですよ。まあ、ちょっと淡泊強めにいきたいなっていうと、強めに、わかりましたわかりました。僕岩田康強めにいこうと思います。そうだよな、どう買うんだろうな。アジの強め全く予想ができるのよ。マジで2歳から応援してるんで、ちょっと一緒に応援してください。これは長かったな、すいません、長かった、やっと G1 番です。川田さん、ルメさん、ちょっと今回だけは休んでください。わかりました、うん、皆さんありがとうございます。じゃあまあこの予想がね、うん、まあいいなと思ってくれた方はね、思わんのお前一番人気取るわけやんってなっちゃうでしょ。違う、俺は2歳から見てたんでね、ちょっと僕そこ評価していただける方はチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。またね。リバティアイランドはしっかりこうやって見抜いて2歳から見てきましたんでね。そうだな、そういう実績あるんで。いや、その実績あるな、実績あるんで。この岩田康だって実績に関してはすごいからな。結局カードとルメールが来たらもうこれ終わるぞ。終わり。